ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は大手メーカーのパソコンとしては珍しくモバイル PC でありながら大容量のストレージを搭載したモデルが発売されましたのでご紹介したいと思います。それがもう今画面に表示していますこちら、 ASUS のモバイル用のノート PC ExpertBook B9 というモデルになります。この製品は CPU などの基本スペックも高く、CPU が Core i7-1165G7、 メモリも 16GB 搭載されているモデルになります。そして何といってもこのモデル最大の特徴はストレージ容量が大きいというところで、今画面に表示していますこちらの 239,800 円のモデルにつきましては 2TB のストレージを搭載しています。そして今回用意されているラインナップの中で最大容量となるのがこちら、こちらになりますと価格は少し上がって279,800円となってしまうものの、ストレージ容量はこちら 4TB となっています。 2TB のモデルも 4TB のモデルも基本的にストレージは RAID 0での構成となります。 RAID 0というのは2つのストレージを足し合わせてその合計容量をあたかも一つのストレージとして使っているように見せるという接続方式で、この 4TB のモデルですと 2TB のストレージを合計2つつないでいます。一方の最初にご紹介した 2TB のモデルにつきましては 1TB のストレージを合計2個接続、このような構成になっています。単一で大容量のストレージを用意するよりもこの方がコストを抑えることができ、また速度も出やすいというところで、あえてこのような構成にしているものと思います。そして今回は発売を記念してそれぞれクーポン券が用意されていて、ストレージ容量が 2TB のモデルにつきましては4万円オフのクーポンが用意されていますので、実際にこのクーポンを適用しますと実質購入価格は19万円台となります。一番容量の大きな 4TB のモデルはどうかと言いますと、こちらも同じように4万円オフのクーポンが用意されていますので、標準価格は279,800円となっていますが、この4万円オフのクーポンを適用しますと239,800円ということで、どちらのモデルもかなりお買い得なモデルになっています。おそらくは発売を記念して一時的に用意されているクーポンかと思いますので、今後しばらくしたらこのクーポンは適用されなくなりますので、モバイル用のノート PC で大容量のストレージを搭載したモデル、そういったモデルが欲しいという方は今が狙い目となっています。それから細かいスペックについてもご紹介しておきたいと思います。OS につきましては Windows 10、そして CPU は先ほどご紹介しました通り Core i7-1165G7 ということで、モバイルノート PC の中ではハイスペックな CPU を採用しています。メモリもこの種の製品は大手メーカーのモデル大体 8GB のメモリを搭載しているが多いが、この製品は 16GB と標準でも大容量のメモリを搭載しています。ディスプレイにつきましては14インチ、ノングリア、要は反射しにくいタイプのディスプレイになっていて、解像度につきましては1920×1080 となっています。外部ディスプレイへの出力も当然ながら対応しており、外部モニターへ出力する場合の最大解像度はこちら 5120×3200 最大 4K のディスプレイまでの出力に対応しています。カメラにつきましては前面側に92万画素のインカメラを搭載しており、生体認証としては指紋認証を搭載しています。 Wi-Fi につきましてはこちら 802.11AX、 要は Wi-Fi 6までサポートしています。キーボードにつきましては日本語配列のキーボードとなっていて、割と ASUS の製品は癖のない日本語配列のキーボードを採用することが多いので、このモデルも日本人の方も使いやすいキーボード配列になっています。そしてモバイル PC ですので、自宅で使うのはもちろんのこと、外に持ち出して使うという場面も多いかと思います。
その場合に重要になってくるバッテリー駆動時間ですが 16.7 時間ということで、ほぼ日中は1日中使っても問題ない容量となっています。そして重さ、こちらもモバイルノート PC としてはとても重要なんですが、この製品は 1005g ということで約1キロの製品になっています。だいたい海外メーカーのノート PC はモバイル PC といえども重さが 1.5 キロぐらいあるような重たいモデルが多かった中、ここ最近 ASUS は重さが軽いモバイルノート PC に力を入れており、このモデルもその代表となるとても軽いモデルになっています。当然日本向けに発売されるモデルですので1年間の保証もついています。以上が今回 2TB や 4TB の大容量ストレージを搭載した ASUS の最新のノート PC の基本スペックになります。それから機能的なところもご紹介しておきますと、まずは何といってもここ最近の ASUS の製品にはよく搭載されています、このナンバーパッド付きのタッチパッドが搭載されています。要はこのタッチパッドに数字が浮かび上がって天気代わりに使うことができるという機能をこの製品も搭載しています。ではここからは外観、そしてインターフェース周りにつきましてもご紹介したいと思います。外観としてはこんな感じ、ディスプレイを閉じた状態で上から見ますとこんな感じ。本体はスリムでまあまあかっこいいデザインではあるんですが、残念ながらこちら背面に大きく ASUS というロゴが入ってしまっており、これがとても残念に思います。このように割とパソコンメーカーは背面に大きなロゴを入れてしまう傾向があり、これがデザインを損ねている原因になり、特にこのモデルなどもこれがとても残念なポイントになっています。本体側面から見ますとこんな感じで、やはりかなり薄型というのがわかるかと思います。インターフェースにつきましては、まずこちら本体正面から見て左側面、こちらには USB-C 端子が合計2つついています。こことここが USB-C 端子、充電もこの C 端子を使って行います。さらにその隣にはフルサイズの HDMI 端子が搭載されているほか、あとここにある小さな端子、これはパッと見ただけでは何か分かりませんが、これは有線 LAN ポートになっています。ただ普通の LAN ポートの形状はしていませんので、接続するには別途アダプターを使う必要があります。別に USB 端子に変換アダプターを使って LAN ケーブルを接続するということもできなくはないんですが、どうしても接続するたびにポート番号が変わってしまうなど、パソコンを管理している管理者からしてみればやや厄介なところがありますので、専用の LAN ポートを用意しているというのは特にビジネス用を意識したこのモデルならではの気の利いた設計となっています。そして反対側、本体正面から向かって右側面につきましては、まずこちらにあるのがセキュリティ用のスロット、そしてその隣がフルサイズの USB 端子、最後がイヤホン端子になっています。薄型の製品ではありますが、このようにタイプ A 端子を搭載しているというのは、こちらもやはりビジネス用を強く意識した仕様となっています。では本体を開いた場合どうなるかということですが、本体を開きますとこんな感じ、正面から見るとこんな感じで、この部分、トラックパッドの部分に10キーのプリントが印刷されていて、これは通常ですと印刷が消えて使う時だけバックライトでこのように文字が浮き上がるという仕様になっています。モバイル用の PC ではありますが、これがあることによって数字入力などもしやすくなっています。あとこちらに出ているキーボードは英語配列のキーボードとなっていますが、国内向けに発売されるモデルはちゃんときれいな日本語配列のキーボードになります。キー配列につきましては大きな不満点はないものの、強いて言うならばこちら、この部分、
本来はバックスペースの上がデリートが普通なんですが、このモデルはバックスペースの上が電源ボタンとなってしまいますので、もし落ちがめてしまった場合、本体がスリープ状態に入ってしまいますので、設定を変えておくなど工夫が必要です。あとは大体全体的なデザイン的にもバイオ風のデザインを搭載しており、ディスプレイをこのように開いた状態ですと、ちょうど傾斜がつくようになっていて、この傾斜のおかげでキーボードも使いやすくなります。ということで、以上が今回 2TB モデル、それから 4TB モデルも登場した ASUS の最新のモバイル PC のスペック、それから外観やインターフェースとなります。特に今回は発売を記念して4万円オフのクーポンが用意されているなど、とてもお買い得ではありますが、普段マサルがノート PC を購入する際にはよく BTO メーカーを使います。 BTO メーカーというのは特定のメーカーを指すわけではなく、パソコンを購入する際にカスタマイズして購入することができるマウスコンピューターだったり、あとマサルがよく使っているのはフロンティアという通販サイトの方をよく使っています。そういった格安の PC を販売している BTO メーカーのノート PC とこのモデル、価格的にはどのぐらい違うのか、そちらもご紹介しておきます。例えば 2TB のこちらのモデル、今回はクーポンを適用しますと10万円台で購入することができますが、通常価格はこちらの23万9800円となります。これがマサルがよく使っているフロンティアで同じような製品を購入しようとした場合、こちらがフロンティアの公式ページになりますが、現在販売されているノート PC、トップページのノート PC モバイルというところをクリックしますと、現在販売されているモデルが表示され、今回の比較対象としてはこちら、NSC シリーズという ASUS の最新モデルと同じく14インチのディスプレイを搭載し、CPU も同じ第11歳の Intel CPU を搭載したモデル、これが比較対象としてちょうどいいかと思います。こちらで比較的仕様の近いモデルを比較しようとしますと、やはりこちら CPU が同じ Core i7-116GG7 を搭載したモデル、こちらのモデルですと CPU の性能も同じ、そしてメモリにつきましても標準で用意されているのが 16GB のメモリということで、こちらも ASUS の最新モデルと同じ仕様になっています。ストレージにつきましては 2TB まで最大で選択することができ、この構成ですとちょうど ASUS のモデルと同じ構成となりますので、この状態で購入しようとした場合の価格はこちら18万4800円ということで、今回 ASUS のモデルはギリギリクーポンが用意されており、そのクーポンを使えば19万9800円、約20万円で購入することができますが、そもそもフロンティアなどこのように格安の BTO パソコンを販売しているメーカーのモデルですと、同じような仕様でも18万円で購入することが可能です。ですので、とにかく価格の安さ重視で選ぶならば、こういった BTO メーカーのモデルを選んだ方がいいですし、あとマサルがこういった BTO メーカーを選ぶ理由の一つとして、変なロゴが入っていないというのも理由の一つです。これが今ご紹介したモデルですが、こちら背面のデザインがどうなっているかと言いますと、こんな感じ、このように特に変なロゴが入ることもなく、シンプルなデザインになっておいて、こういったデザインが好きで、よく BTO ショップのパソコンを購入しています。背面のど真ん中に ASUS という大きなロゴが入ってしまうのは、デザイン上はあまり好ましくないという方も、こういったシンプルなデザインを採用している BTO メーカーのパソコン、そちらを選ぶといいのではないかと思います。特に気にならないという方は、BTO メーカーでもあまり用意されていない 4TB のモデルも選択することができますので、今回発売がスタートしました ASUS の最新モデル、こちらを購入するというのもいいかと思います。なお、今回ご紹介しました ASUS の最新ノート PC の販売ページ、それから最後にご紹介した、まあ、それもよく使っていますフロンティアのノート PC 販売ページのリンクは動画の概要欄にあっていきます。それぞれ詳細が気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。
グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。